大連地下鉄2号線は、中華人民共和国領年賞大連市甘い国の新西市駅から、中山区の海の陰駅までを結ぶ大連地下鉄の地下鉄路線である。ラインカラーは青色。大連地下鉄2号線の人民広場駅入り口。大連地下鉄2号線は、市中心部を東西に走る路線で、海の陰公園を起点として西へ進み、市中心部の中山広場、 青泥久保橋を通り、西の繁華街にある、西安路駅で1号線と、接続、さらに精神し、両寧師範大学、馬蘭広場を経て、北へ方面を変え、大連交通の玄関口である、大連周水市国際空港を通り、大連北駅に至る。2015年5月22日、第一期工事区間が、試験営業を開始した。機場駅大連北駅間は、工事中である。 車両基地は甘い国南関嶺に南関嶺総合車両基地を設置。設置場所は、新大高速道路の西約 1km のよう、安市寺の付近で、占有面積は34.2ヘクタール。さらに、超前路に8.5ヘクタールの車庫を設置。主辺電所は、三島路主辺電所と、超前路主辺電所の2カ所で、三島路主辺電所は、 松江路駅の南400メートルの山あずま側に設置。南関で車両基地への連絡線の工事延長は1.551キロメートルである。ありがとうございます。